前回はよ楽勝やったっすね。何の？まあ俺らハマチのおかげですよ。何の話かね。前回、うん、挑戦状、まあね、寺本くんっていう人のちょっと誕生しやったもんね。はい、表彰状です。はい、表彰、はい、表彰状ちょっと開けてください。はい違う、下の台ですか、そこ。おー、やばい、表彰状だ。ちょっと表彰状、表彰状の人。KFC 貴殿は見事に我々を打ち破り賞を与え、られましたので、ここに表彰いたします。平成24年ってなったな。うん、まあ明らかに間違えちゃったね。どっからのひな形でプレートを引っ張ってきて、多分 KFC で勝てないんだけどでしょ。こいで勝とうと思うことじゃないよ。ダメですもんね。24年って流すもんだって。26年で先生なんて言うまあな、ベラーじゃね、あなた勝ったって思うなでござそうろう。再挑戦するでそうろうで入る。なんて感じですか、もう。ようがない。はい、もう一回、なんか再挑戦と。なんていうか、あれで勝ったって思うな、再挑戦じゃ。ね、今回ね、ベラモッちゃんにね、もうかこの前返そうかったけんが、まあ、ベラモッちゃんの創業分野で終わっちゃうね。あ、深瀬やろ、深瀬。今回も、総重量でいきましょう。バカしょって、頑張りましょう。はいよ、よろしく、はい、よろしくお願いします。はい、おはようございます。おはようございます。まあ、前回ですね、はい、ベラモッちゃんっていうあだ名がつくぐらい。あー、落ちちゃったね、ベラモッちゃん。深瀬の達人、ベラモッちゃん。落ちちゃった、落ちちゃった。落ちちゃったでしょ。今日何しちゃったのか、ベラモッちゃん。今日はですね、今日ベラモッさん来としゃけんね。あの、寝坊しとんしゃっけんですね。あー、そうそう、今ひなどにぎに来ておきたい。今日対決でですね、一応3対3なんですよ。はい、あれでも3人しかちょっとですね、ベラモちゃん遅刻してましたっけ。かな、あれなんでやろ。まあベラモちゃんは目の前に落としけどね。はい、ということで、まあ遅刻っていうか、まあなんかいろいろトラブルなのかな、はい、トラブルってことしていきましょう。まあ残り3名はですね、今一緒の車で向かってます。はい、はい、もうさっさと始めようと。始めましょう、逃しましょう、行きましょう。釣れる時間を逃してしまうのでですね、はい、我々はまあさっさと釣って、はい、優勝しようかと。ということは、じゃあ、まあもう必然的にこの3名対向こうの3名で。ああ、いいんじゃないですか。よろしいですかね。いいです、いいです。はい、ということで、はい、まあルールは至って簡単。持って帰る魚の総重量です。はい、わかりました。わかりますか。はい、持って帰る魚です。ということで、2人が深瀬で、はい、もう1人がルアーのセットが2セットです。はい。で、最後総重量で、はい、競いますので。はい。はい。まあ先に釣って、まあさっさと勝負つけましょうかね。そうですね。そうですね。この時間逃さずにやります。この時間逃さず。はい。はい、頑張りましょう。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ああ、ちょっと待って、ちょっと待って。オープニング3人っていうね。ちょっと。終わった、大量満足。大量満足。ダダン。やるね、買ってきた。買ってきましたよ。龍徳大神社。龍徳大神社。鹿島が誇る龍徳大神社の大量満足。ゴングジさんも、ですね。はい。じゃあちょっと、あの、松本さんすいませんけど、あの、こうお祈りの方をしてもらってよかですかね。あの、神社ですよね、それ。神社。私、お寺なんで、あの、ちょっとダメですね。ちょっと違う。お嬢、住職ですから、ね。ああ、そうですか。じゃあ、これは今日ですね、こう釣り場に飾って、我がチームの勝利を。勝利を。はい。願って有徳院様の言いましょう、はい、手を合わせてください、はいはい、よろしく。二礼二拍手ですね、はい、なんかバラバラやったよ。バラバラ、はい、今日はなんで遅かったとですかね。あなたの寝坊。あ、なんか違うし。子供たち自作の可愛い食。それが何ですか。おもりおもりおもりに可愛いかっすね。これつけてなんじゃい、つるぎラッキーなぐらい。あ、なんじゃい。じゃあ、とりあえず投げてみます。なんすか、なんすか。何やろうか。なんだろうな。死ぬか。死ぬかな。死ぬ。ちょっと寄せて、手前に寄せて。本当よかっすね、なんか。ちょっと待ってね。おい。ありがとうございます。おい、よかったね。おお、びっくりした。死ぬです。おい、まあ、でかかね。
40までかな。これ40いくらしかなかったですか。うん、50なかろう。はぁ、チーム、チームカレー、チームカレーやってます。嘘つきおじさんです。うわぁ、怖か、こいつ頑張り怖か。うわぁ、よかったですね。はい、チームです。今日もう勝ちじゃないですか。ですかね。うん、もしかしたらよかですね。頑張ります。40cm。 うわぁ、40cm、 40cm、 40cm、 ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。新種の魚かな、これ新種の魚かな。おなじみの魚ですよね。あ、新種だね、これ。あとでちょっと研究室に持って行ってあげましょう。はい、バイバイ。まあ新種ですけど、まあ名前をつけるとしたら、金がえかな。そういうおかかも。竹谷さん、まだついてない。まだついてない。まだまだまだついてないですか。じゃあ金がえでいきましょう。まあ、見ときない。見ときます。おいに、吹かせば刺したっていう言葉、自分が後悔するでしょ。なんすか、なんすか。黒黒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 金返さん。連れとらん人が 言ってもね、知ってから言うてもでおかすか。おっ、やっちゃちょっと、こらこらたまたまこらたまたまたま、そう言い過ぎやろ。いや、ぶい上げる、ぶい上げる、ぶい上げた。じゃじゃん。なんですかそれ。どう見てもこれやだから、ちょっとおーい、50cm、 大きく見せんでください。コマンカトバ。大丈夫、これ今ついた。やっとかかったっすね。あ、黒黒黒、来た来た来た。ちょっと下げ、ちょっと下げた。よいしょ。近くに持ってこんでください。まいでこよ。トムかかったろ。おいしょ。初やか、うん、初やろ。ペラツっていう、ペラじゃなくて、アラカブって。それなんだそれ。アラカブ持たんよ。アラカブやろ、うん、お、やったじゃん。おい、ずっとペラしか釣れないんですよ。こっち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 。真っ赤っか。おい、もっとっぱいなんか。お、落としとこめ。お、アラカブ、いい、おめでとう。味噌汁サイズ。味噌汁。またすか。手のひらですかね。序盤やろうか。ギリギリぐらいですか。ギリギリやけん。持って帰るですか。綺麗か。綺麗かですよね。おかすね。おかですよね。あ、ビキモンもベラの。違う違うで、ベラ2匹ですか。2ベラやった。で、何ベラ目？今日は5。行くわ行くわ。本来の楽しみ方ですか、それ。トマギ行くわ。行くわ。もう全部かかったんですよ。デレンデレもうおバカがそうじゃなかですか。金魚はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。今回の釣り対決3対3今から測量タイムに入りたいと思いますけども、あ、よかよ、はい、どかんですか、今日は。課長がもうね、今日帰ろうか。田中さんが釣りました。死ぬ、これ結構横硬いですよね。美味しくあげですね。ああ、ちょっと測ってみましょうかね、じゃあ。はい、チヌでメバル、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 ちょっと辛さかけんがあげましょうか。はい、ね。いや、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 ありがとう。おい、大好きっちゃうメバル。マジ大好きっちゃう。あ、頑張る、頑張るしょ。はい、じゃあ測ってみましょう。さあ、さあ。お、結構ですね。2キロ、2キロ、2キロです。ジャスト、はい、2キロジャスト。あれチーム2キロですね。そのくらいでやるか。もんだ、原田何キロか。おい、90キロあるっすよ。90キロ釣ったのを出してください。はい、はい、ごめんなさい。あれ、1個も出てこんとですかね。勝負は、まあ、あれ、浜本、田中、徳村チームで。お疲れ様です。
なんでこっちで一緒に。はい、ということで、なんかね、あの浜本くんの方から行きましょう。なんか今回の罰ゲームはなんかすごいもの持ってきたね。買ってすぐできるパイ投げセット。おいや、おお、言い訳はせん。ただ、はい、人で言うならば、はい、ゴールデンタイムいいな。なんか親父兄かなんか。ああ、そうですね。あの命かけて、なんかあそこであのベーリング海峡にちょっと行ったんですよね。行っとったね。はい、はい、言い訳はせん、言い訳はせん、言い訳はせん。じゃあ、おい、杉原君に。杉原君、すいません。もう、すいません。あの、くるもろもろ、マジで。じゃあ、はい、いただきます。ラミー、お願いします。誰か一人避けた。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 避あ、あんたは鬼や。まあ、ということで今回ですね、まあ私ちょっと全然戦力になってませんでした。荒かぶのこんだけ一番暗いな。いや、俺もう私は荒かぶ、すいません、荒かぶ、荒かぶ、ほら、そこにかっこよか。荒かぶ、はい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 、おかしいよ、来てください。はい、こうじゃ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 。なかなかなくならんね。なかなか入ったね。下で行っとる。声よかね。なぜか私も暗らけばいけない雰囲気ですけど。いよ。ちょっと。ちょっと。ちょっと。苦い。それよ。昨日買ったばっかりですよ。優勝チームにですね、1年生のクラブの永田君から、スリクラブで対決をするときに使ってくれというですね、こちらコアテックさんの帽子を、はい、ありがとうございます。なんか違う人のコラボがあったんです。こっちは長いですか。どうぞかぶってください。それ負けチームにかわいそうなんで。あ、はあ、わ、僕はね、負けチーム言われるんですか。負けチームって我らの地元の夕時な神社から、そこから海を愛する男のお守り、海のお守りを鎮定します。おいはありがたか。海の男の守り、てーん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 。そうか、負けチームか。ありがとうございます。ありがとうございます。やった、これは嬉しい。どっち一番良かったやつだということで、今回釣れ対決、黒ですかね、はい、主に吹かせずにと、はい、初めての対決でしたけど、まあ、吹かせ結構面白そうっすね。面白かったでしょ。いるって思った。あの木の目かからんか、こう独特のなんかな引きルアーでは味わえない。でも1000円で生徒です。それはやる気もよくなかった。ということで、今回撮影ご苦労ありがとうございました。ありがとうございました。 CM スタートです。